アルファロメオ 8C コンペティジオーネ、ボルフガング・ヨーゼフ・エッカーは、ドイツ、オーベルストドルフ出身のカーデザイナー。アルファロメオ、セアとアウディグループなどを経て、現在は、BYD オートのチーフデザイナーを務める。イタリア、ミラノの国際芸術工科大学にてデザインを学んで1989年に、卒業し、アルファロメオのデザイン部門で、工業デザイナーとしてのキャリアをスタートさせ、 1993年にはチーフデザイナーに任命された。1998年、彼はセアトのチーフデザイナーとなり、イビサ、コルドバ、アルテアといった独特のスタイルを持った車をデザインした。2001年、ランチアのデザイン部長に任命されたが、同年にアルファのチーフデザイナーに復帰した。彼の指導の下で開発されたアルファロメオ車には、ヌボーラコンセプト、 156,166,147, そして 8C コンペティツィオネがある。2007年5月1日、ワルテル・デ・シルバの公認として、アウディグループのデザイン部長に就任した。彼はアウディ及びランボルギーニブランドの責任者となる。2013年に、アウディから至るデザインジュージアーロに移籍2016年にホルクスワーゲングループを退社し、 BYD オートのデザイン本部長に就任。2017年4月の上海モーターショーでエッグアー式ュの最初の車種となる王朝が発表された。ありがとうございます。